皆さんこんにちは。こんにちは。今回は宮里美香プロ登場いただきました。スペシャルレッスンということで、ゆこちゃん、あきちゃんに宮里プロの生レッスンを受けていただきたいと思います。ゴルフって股関節がすごく大事なので、しっかりとやっぱ動かしていきたいので、すごい回るように乗せていく。上半身は一切動かさない。全部動かす。いいね。いい感じ。あー、きつい。きつい。もう耐えてる耐えてる。くるよ。あ、そう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 。お腹めっちゃ使う。ゴルフのスイングは使えます、かなり。お、もうできた。いい。きれい。おー、上に上がった。すごい面白く、なんかあれみたい。ユーティリティ。そう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 。スライド式のアイアンマットベンチ。今のウォーミングアップを踏まえて。まっすぐだと思う。自分の感覚と全然違う。めちゃくちゃいい当たりだと思う。よかったよかった。もうかっこいいトップを作りたいんです。バックスイング。かっこいいトップを作りたい。はい。綺麗なトップが作れないんですよ。綺麗なトップ。なんかイメージ、どういうのが綺麗なトップなのか逆に知りたいです。でもなんか大体こう肩が、私こういうふうに綺麗に肩が入んないんですよ。なんで一番はここの肩の形なんですけど、うん、これここら辺になったりする。そう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 。落ちたりする。そうじゃなくて、落ちきたりする。そうじゃなくて、ちゃんとこう顎下に収まるっていうか。で背中、左の背中がちゃんとこっち向いてるみたいな。はいはい。で大丈夫、雑誌の撮影してるの。こう、こういう感じですかね。私、はいはいはい、曲線が好きなんですよ。そんなことか。一回見たこと、こっちから見たときに、はい、漢字の入るっていう字。あ、そうそう、そういうこと、そういうこと。人だとかっこ悪いってことですね。そう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 。ずっと始めた時からの憧れなんですよ、うん、トップ、トップ。逆にゆっこちゃんの中で誰プロとか言ってるの、このプロか。あの多分ほとんどのみんなそうなってる、なってる、共通点なんですよ。自分の癖っていうか、こうなってる。自分ではなんかそこが嫌だろうか。自分では多分実際はちょっとここ反っちゃう。はいはいはい。それさっきも指摘されてたんですね。そうそうそう、はいはい、ちょっとやっぱ反って、うん、突っ込むこともある。はい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 。その動きしたいってなったらやっぱ下半身強化だと。ですよね、うん、だからしっかりとここに乗らないと、うん、そのかっこいいのは作れないかも、うんうん、でもその乗る感覚がまだちょっとやっぱ分からない。そう、分かんないんですよ。うんうん、もうそれで十分。これで十分。うん、おー。でも実質、あとここ行きやすいんですよ。もしかしたら今日のところ見たら治ってるかもしれない、ね、そうそう、それはあり得る。動きをしてるから逆にしないと。へぇーってすごい意識してる。基本的に肩の入りが浅いって。あー、分かります分かります分かります。あー、分かった分かった。あのタイミングでスタートは確かにコースもしてますから。確かに、分かります。だから私絶対ここファンデーション汚れないんですよ。あー、汚れるですよね、うん、そうですよね。頑張って汚そうとしても絶対汚れないんですよ。うん、確かに、うん、ですよね。っていうより多分切り返しですよ。切り返しのこと、うん、多分違ったことで治るじゃないか。そうそうそう、違う方法が、結果多分そこは良くなるっていうか。上半身のこれ、うん、これ、うん、これ、そう、うんうんうん、うんうん、こっちじゃなくてこっち意識。そう、
で、そう一回構えてこうでしょ、うん、こうそうで下はちゃんと止めて一回動かす、はい、おいしいかこれ上だけの動かし方ですよね。あれちょっと硬くない？硬いですね。硬いんですよ私。あれ？これどこ腰が硬いんですか？肩、いや肩が硬い。肩がちょっと硬いかな。腰は硬くない。そう。多分肩甲骨周りじゃん。そうここかな。ここかな。でもっとあのアドレスっていうかスタンスの構えにしてもらって前かがみになってそれで動かして。そう。逆もそう、うん、左いかないな肩が硬い問題。そうリコちゃん、ね、後ろから見る一回背中から見ると分かる。違う、こっちから見てすごい、くるくる肩甲骨がやっぱり出てくる、うん、お腹を軸にして動かす。お腹を軸にして、そうあ、これ動いてる。そう下も動いちゃっていいか、とりあえず上半身動かす。うん、けど そうやってやってみると全然ねじれないタイプだった。そう、うん、そうちょっといける、これ動かすとき何がきつい？背中の肩甲骨が反るから。お腹もきつい。お腹もきつい、うん、じゃあ聞いてみたら、これやつけたら。そうなんか多分こうなっちゃう、うん、こう、これですね。軸にしたらしっかりと回れてる。今回れてる。今めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってるよ。めっちゃ入ってる。それでバックスイング、普通にスタンス構えてやってみる。ただ、ボール打ってっていう、こっちの全然いい。うん。超レッスン。うん。打つだけがレッスンではないっていう。うん、そうですね。素振りは確かにめちゃくちゃ入ってるけど、あ、これいけそう。よし、行きましょう。来て、うんうんうん、できてはある違いとか実感が今ないんですよ。そう、分かんないから、ないから、なんとも言えない。合ってるのかな、皆さん。うん、なっちゃうんですね。ここまで行ってるから、逆にここで止めていいかな。あ、なるほど。そう。うん、これぐらいで十分。おお、入ってる。すぐ引く。はい。すぐ引く。今だいぶできてると思うけどな。ちょっとか、ご
シーンで確認したいと思う。確かに痛いチェックめっちゃ撮りまくっている全然分からなかった。どうですか。あ、どう、入ってるように見える、入ってるように見える、入ってる、る上げすぎない方がいいんですよね、上げすぎない方がいい、ありがとう。秋ちゃんもそう、おー、やりすぎない、やっぱ女子あるあるなんですか。柔らかいから行きやすいですね、はいはい、私も行き過ぎな時あります。あー、なるほど、何の意味もない、何の意味もないしっかり当てることが大事なんで、はいはい、そしたらちゃんと飛ぶオーバースイングして必ず飛ぶっていうことはない。めっちゃ入ってる、あー、すごい、かっこいい、使い方が分かってなかったよ。ちょっとウォーミングアップのあの使い方が分かれば股関節なんか後ろから入ってる、前からできればそう、ちょっとこの動きがしっかり今できてるから、はい、プラスこうなってる、うん、できてる、あ、そう、正面に家の動きはもう完璧、よし、左がちょっと硬いねこれちょっと家で毎日やります。メニューが増えたあ、だいぶ動いてる、ほらほら、あ、綺麗、うん、お、なるほど、そして上げすぎないように、上げすぎないように、はい、じゃあこの流れでアプローチをちょっと、バンカー越えの 3、40ぐらい、はいはい、そう、ちょっとピン手前の、はい、そう、バンカー越え、うんうん、皆さんチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。